西川。西川は、長野県内を流れる品野川水系の一級河川。一般に、松本市島内で奈良井川を合流させて、以降の下流部から、長野市での千曲川との合流部までを指し、上流部は、あずさ川と呼ばれる。飛田山脈、北アルプス南部の槍ヶ岳、標高3180メートルに源を発し、上高地を南流。 白骨温泉からの湯川や乗倉高原からの小尾の川を合流させた後、長は渡る、四子で長はを合流させる。ここで東南に向かっていた流れを東北方向に変え、安住山ダム、長は渡るダム、水戸のダム、稲古木ダムを経由し、島々集落付近で黒川と島々、谷川を合流させ、松本地に流れ込む。松本盆地で奈良川、 潮尻市方面より北流してきた奈良井川を合流させる。ここを境として上流部を安佐川以降を西川と呼んでいる。工術、安佐川と西川の違いを参照。西川は松本盆地を北流する中で、同じく槍ヶ岳を水源とする高瀬川が西奈山湖、青木湖、中高湖、木崎湖からの水も合わせ合流する。 安曇野市内ではこのほかホテカ川やヨロズイ川などが合流し、西川白鳥湖は千羽を数える、小白鳥とカモの群れが越冬する場所として知られる。行草村からは北東へと向きを変え、所々ろど蛇行しつつ美しい渓谷は最強と呼ばれる。長野市新州新町では水内ダムがローツル湖を形成し、クネロ橋では長野県かシナノの国の歌詞にも登場する名称。 久米の字橋がかかる。長野盆地では、裾花川を合流させ、戦国時代の武将、上杉謙信と武田信玄が川中島の戦いを繰り広げた川中島付近、千曲川に近づき少し下流で合流する。両川の合流点には、落合橋がかかっており、この橋は T 字型をしている。初期の流路が形成された後に、 急激な流気が生じたため、流ほどのほとんどの部分が、中央高地北端部の佐江川丘陵に急瞬な、新宿崖を形成し、激しく、潜入蛇行しながら流下し、長野盆地に至り千曲川へ合流す。また形成されている新宿崖は土砂崩れを起こしやすい。1832年、天保3年から1902年、明治35年過ぎまで、 西川を利用した水分事業が行われていた西川通船、目トバ川を参照。合戦法上では、上高地を水源とする流路を西川本流と定めているが、上高地から安住三ダムを経て奈良川が合流するまでの西川は、安佐川と呼ばれ有名である。一説には、奈良川と安佐川が合流して、西川となるのではなく、少し下流の高瀬川が合流した。 地点、押しの先が、西川の支点である、という説もある。あずさ川を含めた西川は、長野市の千曲川、信濃川本流との合流点から上流で比較すると、千曲川を延長、流域面積ともに上回る。このように、一つの河川が上流と下流とで名称が異なる例は、日本全国に数多くあり、信濃川、新潟県と千曲川、長野県、 富士川と釜無川、淀川、大阪府と宇治川、京都府、瀬田川、滋賀県、河野川、島根県、広島県と江の川、広島県、筑後川、福岡県と大仙川、大分県が有名である。西川には、戦霞村から長野市にかけて上流より、順に戦坂ダム、平ダム、水内ダム、笹平ダム、小田切ダムが建設されている。 いずれも東京電力が管理するダムである。これらはあくまでも発電専用ダムであり、洪水を防止する能力、治水には期待できない。ダム完成後50年ほど経過するが、流域では何度か洪水災害に襲われている。長野市新州新町では、洪水の原因が電力会社にあるとして、水内ダムの撤去を求める運動にまで発展したことがある。東京電力は、 西川流域に多くの水力発電所を建設している。西川上流のあずさ川には、長尾渡るダム、水戸のダム、稲子木ダムが、支流の高瀬川には、高瀬ダム、七層ダムがあり、西川流域に建設されたダム15基のうち10基は、東京電力が所有し管理する、発電専用ダムである。残り5基は、国土交通省北陸地方整備局が管理している。 大町ダム、高瀬川と長野県が管理している、奈良井ダム、奈良井川、及び裾花ダム、奥裾花ダム、湯の瀬ダム、裾花川で、この5器は多目的ダムに分類される。ただし湯の瀬ダムは、洪水調節機能を持たない利水、上水道、発電を目的としたダムである。急峻な地形を縫って流れるため、幾度となく、水害や土砂災害を引き起こしている。 1847年5月8日に発生した善光寺地震では、菓の山腹が崩壊清水市の橋付近で、稼働閉塞を発生させた後に崩壊。淡水と出水によりいくつもの村が壊滅的被害を受けた。西奈乱章期よれば、主神天皇の末の大使であり、水人天皇の弟にあたる一子品、王、西奈氏の祖我、豊利王朝、元。 大町市に下った際、安がいら、安住野の故障が、降水時に氾濫して、水浸しにいることを憂い、解決を命じた。治水工事に長けた白水路を、天子の町の日光、光の指導の下、工事が施行され、川幅が広げられたため、氾濫はやんだ。この時、川幅を広げた場所が、山進む、山生、山を切り開くことをした場所ということで、山。 進む城あるいは山進む地と名付けられた。この治水工事の話が泉小太郎伝説となって今日に伝えられていると考えられている。ちなみに、神父陶器などで取り上げられている泉小太郎伝説は竜によって西川が開かれたことになっており、その開いた場所はすべて三世路で一致している。それらの理由から、この山進む城あるいは山進む地は そのまま三世路に否定しても良いと考えられている。この時、会議によって山、進むのの利儀、菊順城を話し合った場所を、進むの利儀橋、聖の利沢と名付けた。この進むの利儀が、安住海儀、西中海儀などに見られる、最上沢、最利沢に否定される。最上沢の場所が、はっきりとどこであったかは分かっていないが、安住海儀などによると、 安住のノシトヨ家ナ地区、熊倉の東、小入沢界隈と書かれている。九百十七年、大正六年発行の日本伝説奏書に、西川にかかる、クメロ橋、水内橋にまつわる、人柱伝説についての記述があるので、要約して以下に紹介する。この民話は九百五十七年、昭和三十二年発行の、シナノの民話にも、 おしになった娘という題で収録されている。これは、下高井郡山之内町、上条の高橋忠春による話を、作家の松谷美代子が際話したもので、娘、おきくが、森井、父親が、五作、母親、個人が、おてという名前になっていたり、物語の最後で、娘、森井が失踪するなど、日本伝説草書のものと異なる点がある。菅忠道は、 推しになった娘について、民話の幸話と再創造の分岐点に立っていると言えるような記念碑的な作品と評価している。これと似た人柱伝説は、大阪府の淀川に架かる長江橋にも伝わる、長良橋古代の長江橋を参照。西川漁業共同組合、大町市朝霞大八京より、上流の、本市流、父川、唐津川、満水川など、 と、西川食産漁業協同組合、長野市新州新町大原郷より、上流の本市流大町市安坂大八郷より、下流の本市流が両県を有し、有魚権が一般向けに販売されている。なお、西川食産漁業協同組合は、ニジマス、ブラウントラウトを対象魚としたキャッチリリース区間を設定しており、数年で釣りを行うことが出る。 これより最後は下流より記載、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。